はい、こんにちは、ピカーですけどね、アセットコルサコンペティオネをやってきてます。3画面でねやってますね。そして今日はなんとね、こう VR じゃなくて3画面のおでこに GoPro っていうね、こうね振り向けるっていう感じでちょっとねやっていきたいと思います。どんな感じなのかちょっと走ってみよう一回。はい、このアセットコルサコンペティオネ PC 版にね DLC GT4 の DLC が来ました。そしてね、おい、それのね3台ぐらい車インプレッションしてるんで、それはね概要欄貼っとくんでそちらもご覧ください。例えばさ、あれこれ入ってね、これ入ってねえわ。こうやって滑らせるとするじゃん。滑らせた時にこうこっちを見えるっていうね、こういう感じだよね、3画面。はい、今日はねこれで何をするかっていうと、レースをねやっていきたいと思います。やっていくぜ。はい、車は何でしょう。3台やったからね、今日は AMG にしようか。 AMG の GT4、 これ何なのこれ。 AMGGT の GT4 なんだ。こんなのあんだね。すごいじゃん。はい、じゃあこれでねレースしていきたいと思います。 GT4 のレースですね。場所は鈴鹿サーキット。これでやっていきたいと思います。はい、やるぜ。ガチャガチャガチャ。まあ今日これ使わないけどね、この辺ね。この辺使うときにこう、なんかいいよね。これだとなんかいいかもしれない。この画角だと。はい、じゃあね、レースやっていきたいと思います。なんかすげえ乗ってる感じするぞ、これ。この映像。どう？さあ行くぜ。さあ行く。この柱とこの柱がさ、なんか実写っぽくね。さあ行くぜ。もうちょっと俺ハンドルがすげえ、フロント荷重が結構かかってる。2だな、スタートな。さあローリングスタート、どんな感じ？決めるぜ。あれ見るの？あれを見るの？知らん、分かんなかった。行かれた、アウディ行かれた。もうアウトから行くよ俺は。すげえなこれ。なんか AMGGT すごいいい感じ、 FR な感じで。何速かわかんねえ。よし、1台、ちょっと待って、ここアンダー出るけど1台いった。よし、おい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 、うわ、ちょっともうちょっと立ち上がり重視。立ち上がり重視ちょっとアクセル埋めてないけど、いや早いなおい、みんなトップいっちゃうよ。トップがいっちゃう。うわ曲がんねえ、アンダーだな。ついていこうとすると、よし前の車にすごいねキラキラしたりとかする。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。うわーちょっと失礼、あんなとこでぶつけたらやばいことになるよね。うわーすごい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 ことになってるから、これはものすごくここの立ち合いを重視してワイドに使って、よっしゃー BM のスリップをいただき、そして一気に分かんない、何台抜いた ?3 台ちょっと離れた、後ろめっちゃ来てる後ろめっちゃ来てる、後ろめっちゃ来てる、あーちょっと噛んだ、ここフロントが重い、フロントはすげえ重い感じがする。これをちょっと、うまく利用して、クリップがちょっと押せんだよな、クリップ付近ちょっとアンダードアンダードアンダードアンダーだ。ちょっと待って、うまく運転しないと。これをどうやって生かせばいいのかわかんねえな。ああそういうことか。ああ重いエンジンを単位させるの大変。ああちょっとギアが違ってる。ああめっちゃ来るよ後ろが。立ち上がり重視、ドンクラッチ蹴りたい、やべえ前がいない前を逃がしている、結果的に俺はトップ有利みたいな感じだよな。あやべえやべえ、ちょっと待って、ブレーキングポイント間違えた、大丈夫、ここはこういう風に戻ってきた方が早い失礼、やべえトラックリミット追加タイムなしって出たやばいねこれ、あんまりやると怒られちゃう。あーいにー来ないでね、来ないでよ。あーちょっと行き過ぎた。よっしゃ、こいつらを抑える走りってことか。こっから先はなんか面白いよね、ベンツなのに BMW のハンドルっていう。あーオーバースピードだ。あー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 、何すんねん、何すんねんお前、何すんねんお前。マジでやめてほしい。あーあーちょっといやもうほんと勘弁してよ。あマジで、あーちょっとフロントが食わねえ、ちょっとフロントがマジで食わねえんだけど。おおめっちゃあんた、ちょっと待って、どういうことどういうこと、ちょっとなんか黄色くなってる。タイヤに厳しいのかこの車、出たから今、いやちょっと厳しいね。おおめっちゃ曲がんね、ちょっと待って、ヘロヘロになってきた、ヘロヘロに。待って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 、落ち着け、こういう時落ち着け。フロントがちょっと黄色くなってんだよな。慎重に慎重に慎重に。慎重にしか行ってない。いやもう絶対追いつく。まあいい、まあなんか微妙にタイヤ余ってんな。ちょっと待って、まだいける。曲がってこないからなんともいい。これ以上できるのか、どうしようって言うんだよな。とりあえず前の車には追いつきたい。ここ速え、高速コーナー速え。突っ込みすぎたって、さすがにそこ 100m じゃ止まらないわ。もう小回りパワーないからね、 GT4 は。もう小回りでいやー、このぐらいだとスリップ、まあこのぐらいだと若干効くな、若干効く。よし、ちょっと分かってきた。速度域が分かってきた。さあ仲間に入れてちょうだいよ。めっちゃ動くなこの車。アンダー方向にもオーバー方向にもめっちゃ動くんだけど、 GT4 の設定がそういう感じなんだよね。はい、次、ちょっとイン入ります。ごめんね。はい、いただき。さあ、おいで。さあ、みんな。すごいところで1台いただいたけど、大丈夫か？はい、スリップ入った。はい。はい。はい。ああ、ちょっと穴だ。こっから立ち上がり重視でいただいちゃいますよ。いくぜ。いきますぜ。いきますぜ。はい。ハンドルないや、ハンドルなかったな今。ファイナルラップだろ。あと100周あれば前台抜けるのに。あ、ちょっとそんなこと言ってるとちょっと待って、集中しないと。集中してちょっとごめんね、ぶつけた。ぶつけることに対するちょっと車間が分かんねえな、ちょっとな。あー、待って、あー、もう難しい。ちょっとめっちゃこの本当に結構ハンドルがピンポイントのアングルじゃないと抜けちゃう。効くのがね、ほんのちょっとだな。ハンドル効くのがもう本当に。はい、行くぜ。さあ、もう一台食えるか。行くで。ああ、ちょっとオーバースピードだった。さあ行け。あれなんだこの前の車、これなんだ、これなんだと思う。アストンマーチン、インから入りすぎてる。さあどうだ、どんな感じ。11位、ハンドルないわ。こっから踏んでいけ。いやーダメだ。いやーだいぶ落ち着いたけどね。ハイゴールですね。11位になりました。まあとにかくね、本当こうなんだろうな、こう3画面だとこういうふうにね、まあ見えるからね、こういうふうにこう見ながらね、こういけるじゃん。それがいいね。結構だからどうなんだろうね、クリップの3画面の先ってまあ見ることあるのかな、まあ、あるわな。ここなんかでも結構この辺見てるからね、この辺見てたりもする。そういう時もまあまあもうちょっと今見えないけどね。チェッカーになって追い越してダメだからね。いやー楽しいね。やっぱアセットコルサコンペティオーネ楽しいよ本当に。ヘアピンとかだろうな、もう絶対見るもんね。この辺もうこういうとこ見て、この立ち上がりのフリップとかね、こういうとこ見て、あの車が横に来た時3画面やっぱいるよね。あった方がいいような気がする。あった方がいいような気がする。こういう時いいよね、こういう時マジでいい。こういう時、うん、こういう時マジでこういうとこ見るね。こういうとこ見るな。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。言い忘れたけど、これ乗ってる筐体もね、もう筐体モーションしてるよね。見える筐体モーションしてるっていうのがね、わかると思います。はい。はい、ということでね、今日はね、3画面で GoPro をねつけてどんな感じなのかっていうのをね皆さんにご紹介と、あとねこのアセットコルサコンペッティオーネが DLC、GT4 パックが出たっていうのをねやってきました。またねこういうのやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。